らっしゃい。いらっしゃい。あんたの出会いの記録だよ。アイコンを変えられるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。顔アイコンを変えられるよ。これでどうだ。よっしゃ。プロフィールを編集できるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。頼むぜ。マッチしたぜ。振り向かせてみせるぜ。よっしゃ、いい反応だ。そうだな。これだ。なんて返そうか。いいぞ。喜んでもらえたみたいだ。ですよ。良いものをいただきました。どうです。そうだな。これにしよう。なんて返そうか。素敵です。喜んでもらえたみたいだ。どうしよう。なんて返そうか。これにしよう。そうだな。やったぜ。気が合いますね。ドキドキが止まらないです。よっしゃ、いい反応だ。特別ですよ。
おお。そうだな。これだ。なんて返そうか。よし。嬉しいです。よっしゃ。いい反応だ。そうだな。これにしよう。なんて返そうか。いいぞ。喜んでもらえたみたいだ。どうです？ここはスタンプだ。ちょっとミスったな。ありがとう。よし、全力でアピールだ。そうだな、やったぜ。よし、やったぜ。よし、いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。Kasuga, it's really you. I'm so glad we could meet.On the app. It felt like we really connected, didn't it? So, I want you to get to know the real me.We're the perfect match. Saikou desu. Zekkouchou da.
出発進行。何でもできそう。そんな気分だ。出発進行。やんだみたいだな。そうだ。
じゃあな。安全運転で行こう。レモネードいりませんか？一杯1ドルなんですけど。それじゃあ一杯もらえるか？ありがとうございます。味の好みはありますか？レモンやお砂糖の量を変えることもできますよ。へえ、そんなこともできんのか。まあ最初だし普通でいいかな。おすすめの一杯をくれよ。わかりました。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。めちゃくちゃうまいじゃねえか。一気に飲んじまったぜ。ありがとうございます。味には自信があるので嬉しいです。今日は店番かなんかかい？しっかり手伝って偉いもんだ。いえ、手伝いというか、これ僕のお店なんです。このスタンドも全部僕が作ったんですよ。そうなのか。そりゃすげえな。はい、これレモネードスタンドって言われていて、ハワイではよくある店の形なんです。子供が開いてる店も多くて、これで家の生活費を稼いでる子も多いんですよ。なるほど、そうなのか。しかし若いのに大したもんだよ。トニーズレモネードスタンド。
名前、トニーっていうのか？はい、お兄さんは。俺は春日だ。よろしくな。トニーも家のために店頑張ってるのか？そうですね、半分は家に入れています。でももう半分は自分のためだったりしまして。お、なんだ？欲しいおもちゃでもあんのか？いえ、そのティアラを買いたくて。ティアラって、あの頭に乗せるアクセサリー的なやつか？誰かにプレゼントでもするのか？はい、お世話になったお姉さんが遠くに行ってしまうので、どうしても最後に送りたくて。ほう、しっかりしてんな。しかしティアラって結構値が張るだろう。気合い入れすぎなんじゃねえのか？僕もそう思います。でもそれでも足りないくらい感謝してるんです。僕にとって世界一大切な人なんです。はあ、なあ、うん？ああ、ありがとうございます。わかった。あの、わかりました。ありがとうございます。
わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうよ。おう。ありがとうございます。やあ。おお。はい。
ありがとうございます。ハワイってサーフィンが人気なんだな。気持ちよさそうでいいよな。ストレス解消になりそうだ。でもいい波が来るまで結構忍耐が必要らしいよ。一日待っても結局乗れないなんて日も結構あるみたい。でもだからこそでかい波が来た時は最高だろうな。なんかちょっとパチンコみたいだな。え？粘って粘って当たった時の喜びよくわかるぜ。となるとあそこで波待ってる兄ちゃん、パチンコなら1500回転は行ってるぜ。ありゃ当たった時相当気持ちいいだろうな。頑張れ頑張れ兄ちゃん、大当たりはすぐそこだ。あの人もこんな風に応援されてるとは思わないでしょうね。私の出番ね。そいつか。はっ。ちょっと休憩。やんのかい。俺の番だ。いつでもどう。やるか。俺の番だな。やっちまうか。おら。おら。調子が出てきたな。相手してあげる。黙らせてやる。よし。そいつか。はい。この調子。いい調子だぜ。よう、ライフガードさん。また遊びに来たぜ。そろそろ俺らも帰らないといけなくなっちまってさ。でもせっかくのハワイ旅行だし、心残りがあるのは嫌じゃん。だから最後にパーッとこのビーチで楽しんでやろうと思ってさ、友達をたくさん連れてきたんだよ。友達？本当はもっと遊びたかったんだけど、あんたに邪魔ばっかりされたからよ。邪魔って、あなたたちが迷惑なことばかりするからでしょう。うるせえんだよ。何がマナーだ。勝手にルール押し付けやがって。こっちは高い金払ってここまで来てんだ。
ホテルやその辺の店にだって金落としてやってんだよ。ビーチくらい好きに遊ばせろ。そんな無茶苦茶な。ってわけだから今日はまずてめえをぶっ飛ばすところから楽しませてもらおうかな。ちょっと待ちな。あ？春日さん。なんだよこの間の爆発頭か。お前もこいつと同じライフガードなのか。まあな、つっても本業ってわけじゃねえからライフガードの手伝いって感じだけどよ。今日も一仕事しに来たところで大変なんだぜライフガードって。熱中症の人や溺れてる人助けたりゴミとか掃除したりな。な話聞いてねえや。部外者が口挟んでくんじゃねえ。消えろ。いやそうはいかねえ。さっき言っただろ、俺はゴミ掃除しに来たんだよ。ちょうど目の前にでけえゴミがあるようだしな。お前俺らをゴミだって言いてえのか。自覚があるなら掃除される前に立ち去りな。マナーも守れないお前らはこのビーチじゃゴミ以下だぜ。だと？気が変わった。お前らレイモンドは後だ。先にこのクソ野郎ぶっ殺すぞ。頭かち割るぞ。ほらおっしゃ行くぜ。任せといて。任せはっはっよっと。俺の番だな。そいつか。やんのか。来ない。いや。うん。うわ。やろうぜ。よし。やるぜ。腰抜け野郎が。相手してあげる。うん。うん。ガツンと行くぜ。これに懲りたらもう迷惑かけるようなことはやめるんだな。いいぞライフガード。マナーを守れない奴らは出て行け。くそ。いやすっきりしました。あいつら来るたびにバカ騒ぎしてすごく嫌だったんです。みんなのビーチなんだから気持ちよく遊びたいものね。本当にありがとう。いやそんな大層なことはしてねえよ。それに礼ならいつもアルファビーチを守ってるこのライフガードに行ってやってくれ。みんな楽しく安全にビーチを使ってほしいっていつも言いながらパトロールしてくれてるんだ。ええ、知ってますよ。いつも本当にありがとうね。あなたたちがいるから安心して楽しめるのよね。これからもよろしくお願いしますね、ライフガードさん。は、はい。それじゃあね。ありがとうございました、春日さん。僕一人ならきっとボコボコにされていました。気にすんな。あんたらライフガードが守ってるビーチで好き勝手されるのが気に食わなかっただけさ。これは今回のというよりも僕の気持ちです。これまでもたくさん手伝って支えてくれて本当にありがとうございました。ありがとうな。大事に使わせてもらうぜ。ここしばらくライフガードの手伝いをしていろいろ勉強になったよ。楽しいところでも困ってる人ってのはたくさんいる。その人たちを陰から助けて観光地を支えているのは本当に大変だしマジで立派な仕事だ。春日さん、そう言ってもらえて嬉しいです。
ライフガードって地味だし、万年人手不足だし、内容は結構ハードだし、簡単なタスクではありません。でもここで笑っている人たちの顔を見ると元気が出るし、守っていきたいって思うんですよ。僕もそうしてもらったように。そういえばレイモンドも昔はライフガードに助けてもらったんだったな。ああ、覚えててくれたんですね。そのことなんですが、実は先日。先輩！ん？向こうのパトロール完了しました。異常なしです。そうか、お疲れ様。じゃあ次の交代まで待機所でゆっくり休んでくれ。なあ、冷蔵庫に飲み物が入っているから飲んでね。はい、ありがとうございます。では失礼します。初めて見る顔だな。レイモンドのことを先輩って言ってたけど、新入りか？ええ、先日から働き始めてくれた新人のライフガードです。彼、実は何年か前にこの海で溺れかけていたのを僕が助けた子なんですよ。え？その時のことを覚えてくれていたみたいで、ライフガードに志願してここへ配属になったんです。へえ、どこかで聞いたことあるような話だな。そうですね。別に恩を売りたくてしていることではないですが、正直嬉しかったです。僕が助けた子がそれをきっかけに一緒にビーチの人たちを守る側の人になりたいって思ってくれたこと。あの新人ライフガード君からしたらレイモンドはヒーローだもんな。そんな大げさなものではないですけど、でも失望されないようにこれまで以上に立派に振る舞わないと。何しろ僕はこの海のライフガードなんですからね。あんたみたいな人がいる限りこの海は大丈夫だと思うぜ。きっと頼もしいライフガードも増える。俺はここにずっといられるわけじゃないけど、この海のためにできることがあったらこれからもサポートしたいって思った。せっかく綺麗なビーチなんだ。マナー守って楽しく使わないともったいないもんな。そうですね。それでは共にこの楽しくて素敵な海を守っていきましょう。ああ、あいたたたた、足をくじいてしまった。お、困っている人の声が。ちょっと僕行ってきますね。おう、頑張れよ。ライフガードか、まさにビーチの守護神だな。頼もしい存在だが、まずはビーチを使う俺らがマナーを守ってトラブルを起こさないようにするのが大事だよな。これからもこのビーチをよろしく頼むぜ、レイモンド。気合入れていこうぜ。ハロー。へえ。そんなところで何やってんだ？あっ！よかった。手紙、無事だった。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんだ。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、
気にしないでください。それでは。それではって、おいおい、そんな泥だらけで大丈夫か。お、泥だらけ。悪かったな。いえ。もう。は？はい。わかった。ありがとうございます。ああ、わかった。さよなら。なあ、なあ、はい、すみませんでした。はい、なあ、ああ、ありがとうよ。なあ、ん？
ありがとうよ。なあ。ん？うん。ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。おう。ん？ああ。おう。あ、春日さん。おう、間に合ったようだな。連れてきてやったぞ。ありがとうございます。田辺くん、その私、田辺くんのことがずっと前から好きでした。付き合ってもらえませんか？浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え？でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいの？でも私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。あ、うん。本当に何書いてるのかわかんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙大事にするね。浜辺さん。あれ、そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの？直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。泥だらけのまま田辺くんに告白なんてできないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。そうかもね。春日さん、ありがとうございました。これ今日のお礼です。せっかくの縁なんだ、仲良くやるよ、お二人さん。はい。しかしアロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことでまたここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。春日さんも気になる人がいたらどうですか？ここで手紙を渡しては効果てきめんですよ。そうだな、考えてみるよ。よく考えたらうまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。さっちゃんに埋まってもらって、いや絶対無理だな。心も体もバッチグーよ。
へえ。よ。ヘイ。アロハ。ヘイ。さっさと始めようぜ。全力で行くよ。やっちまうか。うよっと。よし。一緒にやる。やっ。完璧に行くぜ。次行こう。ね、かわいい。寝ちまったのか。でもなんだかよく寝たな。疲れも取れたし体もか、いや重いな。体っつうか頭が重い。ピーピー。え、なんだ、どうなってんだ。なんじゃこりゃ。ピッピッ。なんだって俺の頭に鳥が。とにかく一回降りてくれ。頭が重くてかなわねえ。ピッ。いな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 い。こら、落ち着かない。なんだよ、降りたくねえのか。ったくどうすっかな。あ、これはずいぶん綺麗な羽だな。こいつの親鳥のか。もしかしてお前この巣に住んでたのか。うん、親探すにしてもどこにいるか見当もつかねえしな。わからねえことばっかだぜ。どうすっかな。なんか腹減ったな。親鳥探しつつ飯でも食いに行くか。ピッピー。お、お前も腹減ってんのか。じゃ飯二人分調達しに行こうぜ。ピッピー。そうだ、せっかくだし名前でもつけてやるか。何がいいかな。せっかくだしなんかこう海外っぽい感じがいいな。そういえば昔見た外国を舞台にしたアニメにヨーゼフって名前のやつがいたな。鳥だか犬だか忘れたが悪くねえんじゃねえか。よし、今日からお前はヨーゼフだ。お、気に入ったか。じゃあヨーゼフ、飯買いに行くぞ。ああ、マジで頭から降りる気ないな。しょうがねえ、ちと歩きにくいがこのまま買いに行くか。落っことさねえように気をつけないとな。確か ABC ストアにペットの餌とか売ってたような。まずはそこに行ってみよう。おめえの母ちゃんはどこにいるんだろうな。ピー。まあそのうち会えるさ。飯食って元気になったら探しに行こうぜ。
なんだこんなところに力士が。青空稽古ってやつか。あんなのに巻き込まれたらシャレにならねえ。関わらないようにそっと歩こう。人通りもあるし、気をつけて歩かねえとな。ぶつかったら落としちまうかもしれないし。しかしバランスを取りながらってのは案外難しいな。まっすぐ歩きにくいぜ。ありがとうよ。
後悔すんなよ。さっさと始めようぜ。よし、やっちまうか。やっ、うう、ちょっと休憩。ぶちかま、おいおい、腰に二人がかりだ。おや、ここらで。おう、よし、できたぞ。今日からここがお前らの新しい家だ。どうよ、ヨーゼフ、新居の居心地は。なかなかの出来だろう。ピー、そうかそうか、気に入ってもらえりゃ何よりだ。ここならさっきみたいに変な連中に襲われる心配もないだろうし、気が済むまでいてくれていいぜ。これなら母ちゃんも安心して子育てできるってもんだろう。って、あれ？母ちゃんはどこ行った？ピッピッ。あ？って、お前が俺の頭に住むんかーい！Aloha!
Thank you for stopping. Yo. Yeah. なあ。
わかった。さっさと始めようぜ。よし、手貸すぜ。ちょっと休憩。ぶちかま、俺もやれるぜ。おい、なんで来ない。行くぜ行くぜ。いつでもいいぜ。攻める気だ。やっちまうか。次の吸収が早いのよね。
はあ、わかった。良さげなもの発見。何でもできそう。I'm gonna crush you。かかってきやれ。全力で行くよ。腰抜け野郎が。よっ、はい、ちょっと休憩。ぶちかます。二人がかりだ。俺もやれるぜ。行くぜ行くぜ。低下すぜ。おや、おら、調子が出てきたな。やっちまうか。ふん、よっしゃ、勝利勝利。セイナショーディップシェ、さっさと始めようぜ。全力でかまっせ。一心の出来じゃねえか。What you looking at?I'll send you flying! 戦闘準備完了。全力でかまっせ。うらせい、敵なしだな。さあ、先を急ぐぞ。気分が乗ってきたぜ。
いい調子だぜ。やんのかこの野郎。なんかいいもんがありそうだぜ。お、いいもん見つけ。あの人やばい状況だよ。助けてあげようよ。You'll be seeing how! かかってきやがれ! Where my friends at? Come on! You better move! 任せといて! I'm gonna put the hurt on you! What's with you? はぁ? 釘付けにしてみる。行くぜ行くぜ。私も! You want some of this?腰抜け野郎がガンガン行くぜ。攻める気だ。全力で行くよ。ちょっと休憩。調子がいいぜ。やるか。いや。ほら、ぶちかま。俺もやれるぜ。任せといて。そいつか。よっと。ビビってんのか。調子が出てきたな。はい。いい調子だぜ。あそこに何かあるぞ。やんのかこの野郎。よさげなもの発見。先に進もうぜ。なんかいいもんがありそうだぜ。あそこになんかあるぞ。開けてみるか。やったぜ。発見。いいコンディションだ。戦闘準備完了。全力でかまって。なんかいいもんがありそうだぜ。
you there! Care for some flowers! さあ、行きますか。全力でかまって。この調子。敵なし。だな。何でもできそう。あそこに何かあるぞ。What's the matter? Your face is so long. さっさと始めようぜ。全力でかまって。もう見っけ。さ、先に進みましょう。お、うん。あそこに何かあるぞ。調子出てきたな。This will be a good workout. やんのかこの野郎。全力
力でかますぜ。さて、敵なし。よし、だな。よさげなもの発見。開けてみるか。おお。Get out of my town。やんのかこの野郎。私の出番ね。生活ね。はい。ほら。ちょっと休憩。ほら。俺の番だな。やっちまうか。うい。よし、やるぜ。まさかあんな奴が入ってるとは。日本でも似たような男がいたが、なんで変な奴は箱に入りたがるんだ。おお。気分が乗ってきたぜ。まずい状況の奴がいるぜ。助けていかないか。さあ、でやりますか。よし、手貸すね。ほら、ちょっと休憩。俺の番だな。一緒にやる。ほら、カムカイ一次は俺だ。ビビってんのか。私の出番ね。手貸すぜ。せい、うれ、よっか。 No way。 よし、私も一緒にやる。いや、はっ、ぶちかます。私もせい。あら、よっと。よし、勝利勝利。よっしゃ、どんどん開けてみるか。開いたぜ。なんかいいもんがありそうだぜ。開けてみるか。やったぜ。近くに誰もいなそうだな。休むチャンスなんじゃね。全力で行くよ。はあ、ミトロちゃんよ。よし、何？来ない？行くぜ。おや、飛べ。俺の番だ。俺もやれるぜ。二人がかりだ。行くか。相手してあげる。よし、ズリアーズラー。ケン、What is this? 任せといて。ほら、来いよ。やるか。うん。
ちょっと休憩。よし、やるぜ。一緒にやる。行くぜ行くぜ。やるぞ。しろよ。よし、強すぎる。上昇上昇。よし。いい調子だぜ。お、あそこになんかあるぞ。良さげなもの発見。お、いいもん見っけ。How's the matter? Come on, let's get started. Let's get started. Let's get started. Come on, let's get started. なんかいいもんがありそうだぜ。気合入れてこうぜ。あそこになんかあるぞ。どんどん進もうぜ。張り切っていこう。まずい状況のやつ。Get wrecked。 やんのかこの野郎。よし、生活でやっちまうか。覚悟。釘付けにしてる。 I think I love you。 調子がいいぜ。さてと、俺の番だ。やるか。次は俺だ。低下せ。かかってきな。 I think I love you。全力で行くよ。そいつか。ちょっと休憩。ほら来いよ。俺もやれるぜ。行くぜ行くぜ。任せといて。はい、よっしゃ。勝利勝利。シDon't get smart with me. さあ、行きますか。全力でかまって。この調
いっぱいやりたい気分だぜ。よし。心も体もバッチグーよ。ご苦労さ。何でもできそう。おい君、なめるな。かかってきやがれ。全力でかまって。おっ、いや、なんだよ。よし。だな。気分が乗ってきた。お、いいもん見っけ。開けてみるか。開いたぜ。あそこに何かあるぞ。なんかいいもんがありそうだぜ。良さげなもの発見。さあ、行きますか。全力でかまって。っ、この調子。よし。信用できじゃねえか。お。お。いいもん見っけ。何でもできそうな気分だ。Damn you! おっしゃ、行くぜ。私の出番ね。うん。覚悟。釘付けにしてやる。I think I love you. よし、やるぜ。私も。腰抜き野郎が。調子がいいぜ。いつでもどうぞ。よし。もらった。おや。ほら、綺麗になった。I think I love you。次は俺だ。相手してあげる。ゼリア。よし。二人がかり。よっ。よっと。俺の番だ。行くぜ行くぜ。一緒にやる。はっ。I think I love you。私の出番ね。俺もやれるぜ。はっ。はい、片付けた。また強くなっちゃった。調子だぜ。よし。良さげなもの発見。開けてみるか。おお。I'll take your life too。さてやりますか。私の出番ね。やっちまうか。俺来い、コーネーのやるか。はっ。ちょっと休憩。おや。よし。そいつか。
私も。あらよっと。よし。勝利勝利。うん。さあ先に進もうぜ。調子出てきたな。いい調子だぜ。あそこに何かあるぞ。あいつた。I'll sue you。さあ、てやりますか。任せといて。かすね。よっ。ほら。ちょっと休憩。ぶちかま、俺の番だな。やっちまうか。何？行くか。私も。全力で行くよ。よっ。よっと。ほら、ガンガン行くぜ。うれ。なりゃ。でら。よし。もらった。任せといて。ちょっと休憩。次は俺だ。Get a load of this. We're done here. ぶちかます。二人がかりだ。俺の番だな。もまだ若いね。良さげなもの発見。なんかいいもんがありそうだぜ。絶好調だ。What do you want? Not so tough. さあ、行きますか。全力でかまって。うん、よっしゃ、どんどん進もうぜ。You're not getting out of this. 戦闘準備完了。よし。やっちまうか。ちょっと休憩。俺の番だ。
俺の番だな。ほら行くか。二人がかりだ。おや、一応優秀が早いのよね。ご苦労さ。足が軽いぜ。What are you looking at? Your face, Mrs. Strong. やりますか。全力でかまって。お、いいもん見っけ。なんかいいもんがありそうだぜ。開けてみるか。おお。You're going home in a body. やんのかこの野郎。私の出番ね。やっ、はっ、やっ、よっと。よし。来ねえのか、そいつか。はっ。よし、やるぜ。次は俺だ。いい調子だぜ。張り切っていこう。あの人ヤバい状況。 I'll take you down。 準備はできてるぜ。全力で行くよ。 Get born to strike。 覚悟。見とれちゃいます。ケン、ビビってんのか。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。 Screw you。よし。やるか。手貸すね。はっ。何？来ない。次は俺だ。やっちまうか。俺もやれるぜ。やっ。大変。よっと。ケン、俺セーフ。任せといて。二人がかり。やっ。はっ。ちょっと休憩。ぶちかま、俺の番だな。そいつか。ほら、ケン、俺セー。全力で行くよ。せい、よっと。ほら来いよ。行くか。手貸せ。どれ、よし、勝利勝利。あそこに何かあるぞ。開ける気しないよ。What are you looking? What are you looking? This will be a good workout。 準備はできてるぜ。さあ、先を急ぐぞ。開けてみるか。やったぜ。お、いいもん見っけ。あそこに何かあるぞ。開けてみるか。開いたぜ。
いい調子だぜ。近くに誰もいなそうだな。休むチャンスなんじゃね。戦闘準備完了。よし、やっちまうか。釘付けにしてみる。よし、いつでもどうぞ。もらった。そいつか。相手して。ほら。行くか。私も。クラクラするぜ。ちょっと待って。すっきりした。私の出番ね。よっと。かかる。攻める気だ。危険だぜ。行くぜ。行くぜ。行くぜ。アタキは。せいや。ほら、行くぜ行くぜ。おや。全力で行くよ。やるか。覚悟。よっ。おりゃ。ちょっと休憩。調子がいいぜ。いっくぜ。舞い上がれ。任せといて。やっちまうか。俺もまだ若いね。
足が軽いぜ。出発進行。なんか喉乾いたな。どっかで茶でも買おうかな。春日、ハワイでお茶買うなら気をつけた方がいいぜ。気をつけるって何にだよ。さっき適当にグリーンティーを買ったらめちゃくちゃ甘くてよ。緑茶が甘い？ああ、紅茶に砂糖が入ってるのと同じで、こっちじゃそれが普通らしい。懐かしの緑茶だと思って飲んだから驚いたぜ。なるほど、カルチャーショックってか。緑茶が足立さんのトラウマに。いや、飲んでみたら意外とうまくて逆にハマっちまいそうだ。じゃあ日本に戻ってハワイが恋しくなったら砂糖入れるのか。おお、いいなそれ。ついついやっちまうかもしれん。これがグローバル社会ってやつか。そんな大げさな話かな。負ける気しないよ。アロハ。Thank you。アロハ。Thank you。よ。お。お。そう。あ。気分が乗ってきたぜ。
Yeah.姉ちゃん、旅行客？ここ通るときは俺らに通行料払うのが決まりなんだよ。初回だし、1000ドルに負けとくぜ。そんな。ジンタラしてねえでさっさと払えや、このガキ。ゴミ発見。ゴミ発見。うわあ！なんだこの化け物！おいおい、お掃除丸がチンピラ吸い込んじまったぞ。なんと、どういうことじゃ？あの店のハンバーガー、うまかったな。ねえ、食べ歩き最高。次、何食べに行こうか。ゴミ発見。ゴミ2種発見。あ？カバくん！やっぱり。ていうか、人間まで吸い込むなんて聞いてねえよ、博士！これは想定外なのじゃ。一体どうして？な、また移動した。おい、まさかあの姉ちゃんも吸い込む気じゃ。ん？この辺りは交通量が多いので気をつけてお通りください。あら、ありがとう。あいつ吸い込むどころか美人の姉ちゃんに媚び売って終わったぞ。そうか、どうやらゴミ識別 AI が進化しすぎてポイ捨てやカツアゲする連中を社会のゴミと認識して吸い込むようになってしまったようじゃ。社会のゴミって、だから何もしてない姉ちゃんは吸い込まなかったのか。むしろすり寄っていった感じだったが。まあそうじゃな、強いて言うなら音声認識モードの実験中に好きな女性のタイプを語り合ったことがあって、その時わしが力説したお姉さんの話がお掃除丸のデータベースに強く刻まれたのかもしれん。さっきの人とちょっと似ていた気もする。修学旅行の夜みたいな実験してんだな。ともかく、このままではお掃除丸がゴミと判断したものは人や物問わず吸い込んでしまうのじゃ。ためにいくぞ、もじゃこ。たく、世話の焼ける掃除機だな。お掃除丸、一旦停止するのじゃ。
おい聞こえんのか、今度止まれと言ったのじゃ。確かこの辺に緊急停止ボタンが。ゴミ発見、ゴミ発見。え、今度は一体何が起こったんだ。どうやら取り込んでから燃やすよりも先に燃やしてから取り込んだ方が効率が良いと進化した AI は判断したようじゃな。真面目に分析してる場合かよ。これじゃただの火を吹いて吸い込む兵器だぜ。おっと、そうじゃった。とにかく緊急停止ボタンを。お掃除丸、おい新ちゃん、違うな。頼む魔女子、緊急停止ボタンを押してくれ。博士、くそ、なんか普通に吸い込まれちまって。おもじゃこ、こうなったらもう無理やり止めるしかねえな。今、ついに行きます。このままでは町が焼け野原になるかもしれん。何でもきっちり焼けるように温度を2000度に設定しておってな。全力で行く。やることなすこと裏目に出るな。ちょっと休憩。よし、やるぜ。いつでもどうぞ。ビビってんのか。受けてみな。よし、ほら来い。いつでもいいぜ。さてと、行くぜ。放電準備。次は俺だ。ん？腰抜き野郎が。行くぜ。ほら来いよ。よし。さてと。黙らせてやる。これでどうだ。ふう、任せといて。いつでもいいぜ。かかってみろ。ビビってんのか。覚悟。よっせい、おりゃよっと。ハイパーキングアップモード。最大。俺の番だ。腰抜き野郎が。何よ、来ないの。ガツンと行くぜ。俺の番だな。相手してあげる。かかってきな。いつでもいいぜ。もらった。止まるどころかもっとヤバいことになってないか。危険状態になった時用の裏コードでリミッターが解除されたようじゃ。妙な仕込みすんじゃねえよ。くそ、手のかかる掃除機だぜ。やっはっはっ。ちょっと待って。やめろ。
しましょう。注意、物を置かないでください。ガンガン行くぜ。気が乗らないな。お茶にしましょう。やっと。俺来い。ハイパーベリーアップモード。ぶちかま。何よ、来ないの？いつでも受けてみな。潰れちまえ。ほら、ここだ。次は俺だ。ずりゃ。ほら、完全。よし。さてと。行くぜ。せっ、焼け焦げろ。あ、ミスったらごめんね。かかってきな。覚悟。クセアイクショー。この調子で勝利しましょう。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。清掃モード停止中。停止中。セーフモードへ移行します。なんとかなったな。ったく、毎度毎度骨の折れる掃除機だぜ。今度はなんだ、爆発でもすんのか。おいしいパンケーキが焼けました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 。は？いやはや、またしても助かったのじゃ。感謝感謝なのじゃ。これはせめてもの気持ちなのじゃ。頼むから安全をちゃんと確認してからお披露目してくれや。いやはや、面目ないのじゃ。まさかゴミの判定が人にも及ぶとは想定外じゃったの。AI の進化は奥深いのじゃ。しかしまだまだ改良の余地があることが分かったのは収穫と言えるの。ラボに戻ったら早速修正作業なのじゃ。もっともっと便利で安全なお掃除丸を提供できるように頑張るぞい。相変わらず博士は転んでもただじゃ起きねえな。つってもまあ、仮にお掃除丸が今のままだったとしても、社会のゴミとして吸い込まれないような生き方は必要なのかもな。ポイ捨てはしません。そうじゃのう、危うくわしもこのパンケーキの礎にされるところじゃったわい。いや、全く笑えねえけどな。ただうまいな、これ。おかわりどうぞ。おかわりどうぞ。ありがとうよ。アロハ。Thank you. Thank you.
Aloha! いただきます。ごちそうさま。Thank you。出発進行。自分の格をしやんのかこの野郎。よし。生活で。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。相手してあげる。一緒にやる？俺の番だな。行くぜ。放電準備。私も。優しくはしないぞ。私の出番ね。やっちまうか。この調子で行きましょう。Thank you.
いえ。春日さん、あんなひどいことをしたのに助けてくれて本当にありがとうございました。これお礼の気持ちです。本当はお金で返せたらよかったんだけど。ザック、カイルのことよろしくお願いします。そんなにかしこまらないでよ。僕が言い出したことだし仲良くやるよ。だから君はしっかり償っておいで。うん、ありがとう。カイル、ママどうしてもやらないといけないことがあって、あなたとしばらく会えなくなってしまうの。それまではこのザックお兄さんのお家でいい子にして待っていてね。わがままなママでごめんね。ううん、ママ今までずっと僕のために頑張ってくれていたんだよね。本当にありがとう。僕なら大丈夫。ザックと一緒にママのことずっと待ってるから。だからママはママのやりたいことしてきてよ。カイル、ごめんね。ありがとう。ママ、必ず帰ってくるからね。ママが帰ってくるまでにいっぱい頑張ってかっこよくなって驚かせてやろうな。うん、ザックもね。僕も？だってザックも頑張ったら僕のパパになれるかもしれないでしょ。カイル、何を言い出すんだ。別に僕はそんなんじゃ。待ってくれている人がいるってのは幸せなことなんだぜ。しっかり償って早く帰ってこいよ、マリアン。安全運転で頼むぜ。あれ？おかしいな。どうしたんだい？いや、インターネットが消滅したっぽくてよ。この世の終わりか？俺のスマホからどうにも繋がらなくなっちまってよ。さっきまで使えてたんだが。たまに電波がやたらと悪いところあるよな。急に繋がらなくなると世界から見放された気分になるぜ。大丈夫だよ、俺らがいるだろう。そんな時こそ仲間。ああ、復活した。よかったよかった。今一番がなんかいいこと言いかけてたみたいだが。え、悪い、聞いてなかった。もう一回頼む。うるせえ。いい仲間だね。
Hey, you there! Really pissing me off! さっさと始めようぜ。よし。低カスでやっちまうか。Run on home to mom. はあ。あっ。おりゃ。よっ。はあ。ぶちかます。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。行くぜ。ちょっと休憩。行くぜ行くぜ。もらった。放電準備。行くか。ほら来いよ。ズリア。おった。私の出番ね。よし。覚悟。せい。はっ。お似合い。ふん。ガンガン行くぜ。はっ。あれな。調子がいいぜ。低カスで。せい。ほら。よし。やっちまうか。やっ。よっと。次は俺だ。ダメだ。うだ。よし。よし。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。Santa choke, dipshit. What are you looking at? Damn you! かかってきやれ。よし。俺もやれるぜ。は。やるか。あらよっと。次。いい調子だぜ。何でもできそうな気分だ。
何？いえ。よ。いえ。ああ、うまいね。楽しませてもらおうか。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。その程度じゃないでしょ。受けてみろ。こうねえのか。ぶちかます。ガツンと行くぜ。赤くられる。まだやり足りないよな。受けてみな。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。これでぶちかます。ほら、うん、ガンガン行くぜ。受けてみろ。行くぜ。赤くなれよ。その程度じゃないでしょ。少年バタな。
まだやり足りないよ。回復だ。期待外れだったかな。ぶちかます。受けてみな。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。行くぜ。アタック。上昇。なあ、出発進行。Damn you！ かかってきやがれ。私の出番ね。やるのかい？やるか？はい！ちょっと休憩。俺の番だ。俺の番だな。相手してあげる。行くか。腰抜き野郎が手貸すね。ほら。
任せといて。俺もやれるぜ。二人がかりだ。ハル。ハル。よし。勝利勝利。さっさと始めようぜ。私の出番ね。二人がかりだ。てえ。よし、やるぜ。よし。何？やるか。そいつか。うわビビってんのか。次は俺だ。一緒にやる。何来ない。俺もやれるぜ。おや。よし、せいや。俺の番だ。やるか。勝負しろよ。いい調子だぜ。ここの裏カジノってまた入れんのかな。この間はあれだったけど、次は客として遊びてえなって思ってさ。ポーカー台もあったし、みんなでポーカーとかしねえか。お、いいな、行ってみようぜ。いただきます。カシューチキンうまっ。手が止まらねえぜ。ハワイで中華頬張ってるってのもなんか不思議な感じするな。でもカシューチキンってアメリカ発祥の中華料理らしいよ。ネットに書いてた。ん？どういうこと？アメリカに移民した中国人が考案して広まったのがこの料理ってことみたい。へえ、料理にも歴史ありなんだな。まあ天津飯とかも中華料理と呼ばれつつ日本発祥だったりするし、いろいろあんだな。どこが発祥でもうまいことには変わりはねえ。この料理を考えて受け継いできた料理人たちに敬意を返ってきほうへ。なんでいいこと言ってる途中でカシューチキン口に入れちゃったのよ。いや、見てたら我慢できなくなっちまって。決まらねえやつだな。
ごちそうさま。ありがとうございました。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ。カズが、変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. Bryce? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォントーの話はやっぱり本当なのか？あんたその子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce.Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly.
も俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すました面して、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか、人々を導き教えを諭すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス！Heretics be gone！Really pissing me off. おっしゃ、行くぜ。全力で行くよ。関係者は無事だ。ちょっと待って。すごい。はあ？ミトロちゃんは？行くぜ行くぜ。やんのかい？いつでもどうぞ。うわ！ぶちかます！いいぜ。いつでもいいぜ。行くぜ。水にまで。回答。全力で行くよ。出てきたな。何？来ない。黙らせてやる。こっち来ようなもらった。ほら、もらった。
任せといて。って、ガンガン行くぜ、ガツンと行くぜ、そこだ。調子がいいぜ、行くぜ。おや、水にまでしっかりと。攻める気だ。ズリア。全力で行くよ。はあ。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。吸収が早いの。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。デイナ、カロン、カスガさん、なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ。春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて茜さんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。頑丈とバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。
その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっとお話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか？ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう？それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか？待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか？どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。